はい、こんにちは。4月の1日、月曜日の日替わり竹部でございます。改めまして、月変わりました。また企業にしてみれば年度数変わりました。改めまして、今後も引き続きご愛顧のほどよろしくお願いいたします。さてですね、本日の東京市場でございますけども、イースター休暇ということで、海外市場、海外勢がお休みというところで、非常に流動性の低いような展開になっております。ドル円相場でございますけども、残念ながら94円台の前半、3040水準を超えることができずに、現状は93円台の50銭水準を下抜けて、さらに円高加速というような場面になりました。ただしですね、ちょっと先週のこちらウィークリーレポートで、ちょっとぜひもう一度ご覧になっていただければと、僭越ながらご覧になっていただければと思います。3月第1週の戻り安値、93円台の前半、こちらがですね、こういったストップハントで下落した分だけですね、あくまでも下落して、センチメントのみではなくてテクニカル的なストップハントというような形で考えた場合は、93円台の持続性というのがかなり期待されるわけでございますけれども、非常に流動性が低い中で、本日は十分ドル円の下値水準、こちらの方をご注意していただければと思います。さて、もう一つでございますのもう、こちらの方もちょっとぜひご確認していただければと思います。以前ご覧になっていただいたかと思いますけども、日足においては5日線が20日線ないし25日線、中期線に対してデッドクロスで下押しをしておりますが、ただしこちら相対力指数 RSI では少しですね、売られすぎなのかなというところも出ております。さて、そうなった場合は今後のドル円相場の行方、非常に難しいところだと思います。ウィークリーレポートもこのチャートの方でも、ご案内させていただいても、結局どっちなんだというところで、私も非常に難しい局面だなとは思うんですが、そこで今回はですね、個人投資家を中心とした皆様方がどういった市場心理で見ているのかということで、ちょっと今回こちらご覧になっていただけますでしょうか。はい、ドル円心理で4月上旬を読むと題してお送りさせていただきます。今週はですね、いっぱい各種イベントがございます。米国の経済指標、週末においては米国雇用統計や貿易収支というのがあるんですが、やはりもう一つ手前、4月の4日の日銀会合というのが大きなポイントになるのかなというふうにして見ております。そういった意味では今後、この本邦の日銀会合、そして米国の指標によって4月の上旬のトレンドが見えてくるのかなと思いますが、ここでご案内しておりますのは毎度毎度でございます当社から対東京金融取引所におけます個人投資家、そして一部機関投資家の売買比率をご覧になれるようなチャートでございます。でこちらの方でご覧になっていただければと思いますのは、唯一ポイント1点です。この緑色で囲っている部分でございますが、ドル円相場下落している状況に合わせて、3月の下旬から下落しているような状況に合わせて、さらに買い比率が高まっております。ここを逆張りというような形で、一旦の調整というような形で見て、強気なスタンスで挑んでいるのかなというところだと思います。ただし、先ほど申し上げましたように、本日少しまたドル円相場94円台水準が重くなってきているような状況の中で、引き続き強気な心理を維持できるのかどうか、そして4月の4日の日銀会合、こういったところの期待感を持ってそこまで持続できるのかどうかというのが大きなポイントになるのかなと思います。もちろんドル円相場、ここでドル円の終値でベースでございますけれども、再度上進をしていくような形になった場合は、またここで利益確定というところで買い比率が下がっていくと、利益利食いによってポジションが落とされていくというものが、また次回ご案内させていただくようなデータに結びつくのかどうか、こういったところが大きなポイントになるのかと思います。いずれにしても本日でございますけれども、海外勢、ニューヨーク市場のみでございます。大きなボラタイルな値動き、非常に不確かな不確実性の高い値動きするかもしれませんので、お取り組みの際は十分ご注意していただければと思います。以上、4月の1日月曜日の日替わり竹部でございました。